それでは、この ES8 の、プレイモード時の基本的な、画面操作を見てみたいと思うんですけど、まず、この画面がエフェクトのオンオフを見れる画面です。で、次に、この画面に行くと、エフェクトの、エフェクターの、接続順序とかを変えたりとか、あとキャリーオーバーって言って、ディレイ音を途切れないようにする、キャリーオーバーの設定をしたりすることもできますし、あと、このようにエフェクターを並列に、接続したりするようなことができる画面、になっています。